支えになってると思うの。照れくさいけれど、また続くけれど、来て。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日9月の9日15時30分を回ったところでございます。はい、本日も淡路町スタジオからお届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、もう台風が今外荒れてまして。そうです ねすごいですよね。すごい雨の中ね、おいでいただきました。いえ、もうありがとうございます。改めてね、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、一般社団法人日本動画マーケティングプロモーション協会、認定コンサルタント、はい、中澤正孝様においでいただきました。はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。とても元気よくご挨拶いただいて、はい、大体ですね、あれですよ、はい、こういう動画を撮り始めると、その普通の人はちょっとね、ドキドキしてるみたいで、いや、緊張してる、ドキドキしてますよ。あ、そうですか。緊張してるみたいで、ちょっとね、声がね、こうね、こう、上ずっちゃったりとか、上ずっちゃったりとか、縮こまっちゃったりするんですけど、もうなんかそんな感じ全然なくて、もうなんか、長澤さんとはもう何度もね、やり取りさせていただいて、そうですね、ね、はい、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。実はプロレスのね、関係でつながったという。そうですね。ただ、その長澤さんの本業は、いわゆる動画。そう、動画を使ったマーケティングをやってますね、されているので、はい、まあ、そのあたりの話を今日は中心にお伺いできればと思います。はいはい、まずはこちらからいきましょうか。中澤さんのお仕事はということなんですが、はい、今現在ですね。今現在ですね。今現在の仕事ですね。過去の仕事じゃない。過去の仕事ご紹介したらいいですか。今現在の仕事ぜひ、ね、お願いしたいと思いますけど、どんな仕事を今されます。今動画の、ね、話を少しさせていただきましたけども、はい、まあ、主にマーケティングをやってるんですけども、はいはい、まあ、マーケティングといってもいっぱいありますけど、うん、はい、私がやってるのは動画、特に YouTube を使ってマーケティングをやろうということでやっております。マーケティング、例えばマーケティングというと、その、動画をだ例えば対象は誰になるんですか。そのマーケティングを、まあ、そういうことをする、まあ、お客様になるんですかね。中澤さんに対してはとっては、要するに誰が依頼をしてっていう話になります。まあ、誰がっていろいろな方いらっしゃる、うん、まあ、飲食店もあるし、うん、からパーマ屋さんだとか美容師さんやられてる方もあるし、まあ、あとは芸人さんとかね。ああ、芸人さん、まあ、プロレスラーもプロレスラーも、要は自分をどれ今特に、SNS がこう発達してるじゃないですか。 Facebook、Twitter、LINE と、やっぱり自分をどうやって売り出すかっていう方法論はいっぱいあるんですけど、その一つで YouTube というのはあると思うんですが、まあ、他のものは動画というのが、うん、まあ、乗りますけど動画っていうのがないじゃないですか。はいはい、だ YouTube だけはやっぱ動画を使った SNS、うん、SNS 配信ですから、やっぱり動画で自分を表したいっていう方には最適ですよね。うん、これ動画で表す、まあ、いわゆる今までは例えば文字とか画像が中心だった、そのいわゆるメディアが、まあ、ブログとかメールとかね、はい、で、まあ、文字情報が中心だったんですけど、はい、今まさに動画がね、まあ、この番組まさにそうですけど、そうですね、はい、動画がその、まあ、まあ、主流になってきたというか、動画を使うようになってきて、はい、で動画のメリットっていうのはどういうところにあるんですかね。動画のメリットですね。動画を使うメリットです。やはり言葉で伝えきれないようなものというのが世の中にいっぱいあると思うんですよね。から、まあ、例えば絵っていうのもそうじゃないですか。はいはい、じゃあ多分私の絵をご紹介しますって言って、言葉とかブログではやはりなかなか難しいんで、写真を撮ったりとか、はい、からやっぱり絵を描いてるところを見せたりするともっと臨場感とリアル感が出ますよね。だそういうものは動画じゃないと伝わらないですよね。からパフォーマンスされる方、劇でも、はい、から踊りでもそうですけど、あと歌とかね、そういう方はやはりこう、言葉では伝えきれない、私の歌、声は綺麗ですって言ってもそうですよね。そんなのどこにでも伝わらないですけど、聞いてくださいって言って動画を流してあげて歌ってる姿を見せてあげれば、あ、こんなにこういう方がこういう声出すんだとかね、まあ、いろんな逆もあるじゃないですか。そうですね、こんな顔のいかつい方が例えばあんな声出すんだ、綺麗な声出すんだっていう方もいらっしゃる、逆もありますよね。そういう意味ではやっぱり情報量の多さというのは動画ならではですよね。そうですね、うん、動画やはりこう情報量はもうものすごいです、圧倒的に多いですよね。で例えば会社さんに対してこういうプロモーションのそのいわゆるコンサルをされると思うんですけど、はい、どういう形でそのプロモーションされるんですか。具体的に例えば会社さんの契約をしました、はい、で会社さんに対してはどういうふうにアプローチをまずはされるんですか。
まあ、その会社さんのニーズってありますから、うん、まあ、商品を売りたいのか、それとも会社自体を売りたいのか、うん、まあ、会社自体を売りたいっていうのはちょっと言葉は変ですけど、ブランディングですよね。そうですね、うん、今特に多いのはですね、うん、新卒採用をされる方が、うん、だから新卒の方にどうやってアピールするかと、今までほとんどパンフレット、リーフレットだったりとか、はいはい、そういうものだったんですね。あとブログを見てくれ、うん、ホームページを見てくれ、うん、っていう形が多かったんですけど、うん、じゃあ先に動画を作って、でそれもこう作られてるような動画ではなくて、はいはい、まあ、もう例えば朝から晩までこう社員さんを追っかけて、その社員さんがどういう仕事をやってるか、うん、営業職の社員さんを追っかけて一日体験の動画とか、かじゃ総務職やられてる方の一日体験の動画とか、うん、それをこうダイジェストで載っけて、うん、ホームページに載っけて見ていくと、うん、新卒さんはあこういう仕事をやってる会社なんだと、うん、だリアルに分かるじゃないですか、うん、入社前にも分かる、はいはい、まあ、当然会社説明会受ける前にも分かる、ですよね。だからそういう意味では動画でその、はい、まあ、ある種リアルにその様子を伺うことができるそうです、ね、ということが一つメリットとしてありますよね、はい、でその中澤さんの仕事は、はい、そのこの動画を今度 それを知ってもらうためのいわゆるコネクションをしなければいけないと、はいはい、いうことがありますよね、はい、そういうのってなんかこうコンサルとしてされることはあるんですか。要するにお客様とつなぐ手法というのかな、クライアントさんとお客様をつなぐ。そう要するに動画作ったらそれ見てもらわなきゃしょうがないじゃないですか、はいはい、なんかそういうのっていうのはなんか工夫されてることあるんですか。そうですね、まあ、いや簡単に言えばもう SNS を全般的に使うっていうことになっちゃうんですけども、うん、だ YouTube 独自の今度、まあ、言葉は難しいんですが、アルゴリズムっていうのが、はいはいはい、ありまして、うんうん、いや YouTube 動画を上げた時に、うん、まあ1秒間にも何万こう もっとですね、上がるんですね、YouTube 動画っていうのは、ですからそれをじゃあどれを見てもらうかっていうのは、うん、キーワードを狙っていかなきゃいけないとかね、うんうん、それから YouTube の場合は他の動画と関連性っていうのはすごく高くなるんですね、はい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 、ですからその他の動画にこう自分の上げた動画をどうやってアップでき、うん、まあ要は呼び込んでもらえるかとか、そうですよね、そういうこととかをやはりやっていくというのは、これは独自のアルゴリズムがありますんで、うん、であ別に公開されてないわけじゃないんですけど、意外と皆さん知らないんですね、動画上げればどうにかなるっていう、まあシャレじゃないですか、そうそれがこう当たり前になってるんですけど、ですよね、はい、だから要するに動画を上げてもそれを見てくれる人がいなければアクセス数は上がんないので、はい、これはまたどういうふうにやってアクセスしてもらうかということを道を作っていかなきゃいけないんですよね。そうですね、そうですね、うん、それをそのいわゆる知らせたい人、知らせたい人にどう伝えるのかっていうことですよね。まあもう本当に一般的にもう地味な活動で言えば名刺吸って、うん、名刺の裏に YouTube 動画ありますって、チャンネル名とか、まあ入れていくとかね、からもっと言えば QR コード入れていくとか、まあそういうことになっていくんですけど、まあ、地味な活動ですね。それは地味な活動ですね、あとはやっぱりそれにのっとったアルゴリズムを使っていくという、要するに届けたいお客様がそこに YouTube にアクセスするようなこう道ですよね。まあそうですね、で YouTube の場合はGoogle とタイプしてますから、まあ Google の子会社ですから、やっぱり Google の検索というのは世界一ですね、今ね、そうですね、それによってあれ YouTube の動画って、Google の検索の上位ランクに上がってくるんですね、あ、なるほどね、ですから Google の検索の今度 SEO をちょっと勉強しておくと YouTube の動画が上に上がってくる、確かに YouTube の検索結果は常にトップ上ですよね。そうですね、そうですね、Google の場合はね、そうだからプロレスラーの名前入れるじゃないですか、はい、入れるとうちの YouTube の動画バーッと上に上がっちゃう時もあるんですよ、はい、そのプロレスラー書いてブログとか下に行っちゃって、だからこれはすごい効果だなと思います、ね、まあそうですね、で大体今こう検索窓で、大体2単語検索が多いんですよね、例えばまあ一つの単語で例えば豆腐とか入れるんじゃなくて、豆腐と大豆とか、ちょっと今言った確かに確かに、だから2単語検索が多いんで、そうするとそれにうまく引っかかるような、今度 YouTube の動画の作り方、まあ作り方って動画ではなくて、この文字の入れ方とか、文字の入れ方ですよ、タイトルの入れ方とか、説明文にどう書くとかっていうのは大きく変わりますね、そのタグ付けをするじゃないですか、はいはい、YouTube って、はい、しますね、そうそう、あのタグ付けっていうのはタイトルやその中に入っている文字よりも強力なんですか、強力っていうか効果はあるんですか。効果ありますね、あ、なるほど、あれはあっちの優先順位は高いんだ、
あの検索としてはあのやはり説明文とキーワードあのタイトルなんですけど、タグの場合は他の動画にこうどれだけビューされるかって。ああそういうことか。ですから要は例えばすごいビューを持ってる動画があると、何十万とか、はいはいはい、そこに自分の動画をどうやって引っ張ってもらえるかっていうのをそこのタグ付けによって、タグ付けによって変わります。なるほどね、はい、まあ、あんまりオープンにすると仕事なくなっちゃう、ね、いやそんなことで、これもうあの私もあのセミナーとかやるんですけど、当たり前に話してますから。あ、そうそうそう。長澤さんはセミナーもやられるんですよね。まあ一応この仕事で、ね。ですよね。例えば長澤さんにセミナーお願いしたいっていうふうに考えたときに、どういうふうにアクセスすればいいですか。いや、メールとかでもいただければ。あとは今あのこの協会でいろいろ主催してるセミナーがありますから、なるほど、そこの講師として、まあ、何人か講師いるんですけど、うんうん、あの私も一人として参画してますから。そうかそうか。そうするとこの日本動画マーケティングプロモーション協会に、アクセスをすれば、まあ、セミナー日程もあります。セミナーも受けられるし、あと長澤さんに何かこうお問い合わせをしたい場合はその名指しで問い合わせていただければ、ね、はい、つながると。あと私自身も個人的にはセミナー開催もしてますから、うんうん、なるほど、まあ、そんなし頻繁じゃないですけど。長澤さん自身ではホームページは、ホームページはないんですけど、今ブログと、ええ、まあ主に言うとブログですね。ブログですか、ね、ええ、あ、じゃあ長澤正隆さんの名前で検索すると、ブログが見えますね。はい、はい、そうですね。わかりました。そういったアクセスをね、はい、いただけるといいですね。ブログとフェイスブックですね。ブログとフェイスブックですね、はい。ありがとうございます。で、こちら行きましょうか。はい、このお仕事を始めたきっかけ、うん、どうしてこういうね動画とか、はい、こういうねそのプロモーションの、はい、その関係に入ってきたのかということなんですけど、はい、これがすごい複雑ですね。複雑なんですか。いやそんなことはないですけど、うん、まあまあやりたかったっていうのが一つだから、まあ考えるとそれになっちゃいますけどね、うん、このもうあれですか、あの若い頃からこういうことやりたかったんですか。まあ、もう私の若い頃に動画なんてなかったですからね。私動画なくてもほらプロモーションとかマーケティングとかっていう世界があるじゃないですか。まあそうですね、うん、あのマーケティングというかプロモーションとかいうよりも、うん、物事を人に教えたかったっていうのはずっと、うん、それはあの一番の中学校の時の、はいはいはい、あの希望職種というか何になりたいって、あるのは小学校の先生だったんですよ。ああ高校生とか中学校の割ぐらいでこう、一応進路って決めるじゃないですか、高校って行くと進学校行くとか、文系だとか理系だとか、はいはいはい、まあ、私は体育が全然ダメだったんですけど、そうすると、まあ、こう先生からね、あの、お前何になりたいんだ、進路相談の先生から大体考えてると、そうすると何になりたいんだって言われた時には先生になりたいですねっていうのが希望だったですね。希望だった、私お聞きしたことないんですけど、はい、前職はどういうお仕事だったんですか。前職はですね、うん、これもらってもいいですか。あ、いいですよ、どうぞ。こういう包装材料を作ってました。ああ、こういうやつ、チェリンクフィルムというんですけど、ああ、これを宣伝しちゃいけないですもんね。はい、あ、でもなんかいくつか私そういう包装材料を作ってる会社知ってますよ。あ、そう。もしかしたらそうかもしれないですけど、はい、そこでマーケティングとかやられたんですか。そんなことないですか。まあ営業職をずっとやってたんで。あ、営業職やってて、でそこでどうしてマーケティングだったんですか。やりたかったっていうのもありますけど、マーケティングというよりか動画っていうのがやりたかったですね。動画をやりたかった。この仕事もなかなかこう言葉で伝わんなくて、いつも営業やっててなんでこんなに言葉で伝わんない仕事なんだろうと思って、写真がないとまず分かるんですね。これシュリンクフィルムって英語で言っても何それって、ね、ですよね。日本語で訳すともっと分かんなくて、熱収縮、静収縮フィルムって言うんですけど回んないですね、熱収縮フィルムって言うんですけど、なんだそれって、漢字に書いてようやく熱収縮って分かるんですよ。なるほど、熱で縮むんだって、そうなんですってようやく分かるんで、ところがこうまだパソコンとか私若い頃営業で持ってないというかなかった頃とか、高くて買えなかったんで、そんな会社でもないじゃないですか、個人でも買えないんで、でパッとね動画っていうか画像も見せられないんで、社名を取るわけもいかないし、確かに確かに、だからもうあの昔のアナログのね写真を撮ってこうやって持ってってこうやって見せていくしかないんで、こんなんですよ、あとはカタログとね。ああそうかそうか、あそういう意味ではその苦労されたんですね、その伝える言葉で伝えきれないので、うん、そうですね。だから私自身がこうあんまりこう話すことっていうのが得意ではなかったような気がするんですけど、この間もなんかで言ったな、あの元々が空手をやってたんですね、大学の時、はいはいはい、
あの学生の時に大学の時空手やってて、で社会人になってもずっとやってて、で一応まあ黒帯なんですけど、で空手の世界っていうか、まあ格闘技の世界、プロレスもそうだと思うんですけど、なんか言葉では通じ合えない、なんかこう戦ったことしか分からないメッセージっていうかコミュニケーションがあって、なんかこうリングの上でも、それから試合会場の上でも、なんかこう3分間とか、空手の場合3分間なんですけど、戦った後にこうなんか男の抱擁みたいじゃないですか。で別にあれはこう、まあ、偽善でやってるわけでも何でもなくて、やっぱりこうやっていくとだん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 相手を倒したいと同時に相手を尊敬するっていう、なんかこうリスペクトするって気持ちが湧いてくるんですね。こいつすげえなみたいな、この技返すんだみたいな、あこいつの技すげえなみたいな、で向こうも同じこと多分言ってると思ってると思うんですよ。だそういうなんかメッセージがこうなんかビンビンに伝わってくるんです、試合やってると。やっぱりだから言葉で伝えられない何かってのを意識しちゃってたんで、余計に言葉を出せなくなっちゃいましたね。なんかこんなこと言ったってカッコつけだろうみたいな。あだから動画とかそういう物を使って、そちらの方が間違いないですよね。まあ、まあ空手の試合を撮る人こうやって撮って、本当に臨場感あるような試合を撮って見てくださいのが説得力ありますよね、そのままだから、リアルだから、ね、そうですね。プロレスもそうだったんですけど、見てくださいが一番、確かに。そうかそうか、そういう苦労があって今こういうお仕事、苦労っていうかやりたくてしょうがなかった、やりたくてしょうがなかった。なんでこういう、まあね、あの伝えられない仕事とか、伝えられない文化とかあるんだろうと思って、まあ、文化もそうじゃないですか、芸者さんなんて言ったらもう見ないと分かんない、分かんないですよね。確かに確かに、宝塚もそうですよね、見ないと分かんないですよね。なんか動画のカタログなんていうのをね、その作れるといいですよね、動画カタログ。そうです ね、動画カタログね、もう全部動画でできちゃってるという。ああそうです ね、面白いですよ ね、写真だけじゃなくて ね、そうですね、はい、ありがとうございます。そしたらですね、こちらいきましょうか。はい、価値観カードってね、価値観カード、これもいつも 毎回恒例になっている、これあのお話、あのカードなんですけど、これ引いていただいて、でこの出てきたカードのこのね、まあキーワードが書いてあるので、このキーワードにまつわるお話を、ぜひお願いできればなと。でこれね、不思議なんですよ、今までお話をいただいたことに、もうリンクするようなカードが引かれるんですよ。はあ、神がかってるんですよ、これ。なんか毎回その、昨日もそうだったんですよ。これも神がかが神がかってるんですね。こうチチンプイプイみたいなね。どうぞ一枚引いてください。じゃあ左手でいこうかな、これかな。どうぞ。いいんですか。いいですよ、どうぞ。これ皆さんに向けますか。私が向けます。改革。あ改革何ですかこれ。改革、改革でも、もうあの改革ですよ、今の話なんか。改革かな、だって今までね、文字とか画像でやってたものを動画でみんなやっちゃおうって話なんですから。まあまあいいですよ、改革にまつわるなんかエピソードあります。改革、改革ね。そう、改革っていうのはあれですよね、同じ目的を達成するんだけども、全く違う方法をこうね、選択するっていうのは改革ですね。そうですね、まああのプロレスで言う、プロレスで言えばいっぱい革命とか改革ありましたけど ね、革命選手とか ね、長州力さんとか天竜さんもそうだよね。天竜さんはね、レボリューションね、まあそうなんですけど、まあ私好きでしたよね、やっぱりあの天、あプロレスさん、いいですよ、どうぞどうぞ。レボリューションって言葉にね、すごい憧れてましたね、天竜さんの、天竜さん出てきた時、レボリューション T シャツ買って、ああですか、着てましたからね。あそうですか若い頃、ああそうですか、だからあのやはりこう仕事やってて思うのは、まあ特に前職は代表者だったんで、あのすごく思ったのは、こういう仕事、先ほどの仕事よりも仕事っていうのは、お客さんのターゲットいつも一緒なんですよ、いつも一緒っていうのは、あのリピーターが結構多いんですね、っていうか知られてないんで、新しく入ってくるお客さんよりも、今まで使っててそれがいいからっていうお客さんの方がやはりこう多いんですね、ですから売り上げの圧倒的な、もう8割9割はリピーターなんですよね。でずっと私こう会社の朝礼とかで言ってたのは、商品が変わらないですよね、から顧客が変わらないですね、から私たちの仕事って、前職の私の前職の仕事って、一応
作る側、製造業なんで作る側は手に職なんですよ、はいはい、そうすると作れるまでに、うん、要はできるまでの職人さん、職人じゃないけど、まあ、うん、作業現場の人って3年ぐらいかかるんですね、なんか大工さんと本当に似てるんですけど、親方がいて棟梁がいてみたいな、棟梁なんて名前してないんですけど、一応は会社の中で班長とか職長とかって言ってたんですけど、だけど棟梁がいて、うん、なんかこうデッチみたいな人がいて、はいはい、いう感じなんですよ、うん、本当に一丁前になるのは3年5年当たり前みたいな、1年じゃ無理ですね。なるほどなるほど。でそうするとよく言ってたのは、お客さん買わなくて商品買わなくて社員が変えらんない、変わんないって変えらんないんですよね、はいはい、そうするとじゃあ何で会社変えるんだって私いつも言ってたんですよ、で商品を新しい商品作るって言ったってそうなかなか開発できないですし、じゃあ社員ねこう切り捨ててたら仕事にならないって、うん、そうですよね、みんな言ってますよ、私も思うから、うん、そうするとやっぱり考えられるのはお客さんを変えるしかないよねって、でだからターゲットを変えるしかない、でそうすると方法論変えるしかないじゃないですか、だからカタログ持ってってとかそういうのはもうやめて、例えばホームページ、もう結構ホームページも前の会社早かったと思うんですけど、最初にバーンと作って、メールも早かったと思うんです、まだメールなんて出始める頃にメールやって、でメーリングリスト作ってとかね、それからまああとは、まあ、動画はなかなかちょっと行き着かなかったりすると、その当時はそういうのを使ってやりましょうっていうので、お客さんの 目線を違うところ引きつけていかないと、そうですよね、そうですよね、そうかそうか、でもこう消去法でいくとお客様を変えていかないと自分たちは変われないという結論になったわけですね、じゃないと、ね、変えないと成長ないじゃないですか、成長ない、同じみんな同じだったら、ね、まあ、ハルの社長も社長今やってますから、みんな一緒だったら去年の売り上げと同じか下がるしかないんですよ、そう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 、でこんなコスト高で製造原価が上がってて給料も上がってる時代でそれやってたら会社、まあ、明らかに何年後にはなくなっちゃいますよ、そうですよね、売り上げ上げない限りはね、本当そうですよね、なるほどね、だから改革っていうのはまあそういうことだろうなと思いますよね、その改革の延長線上、今も改革し続けていると。いや、まあ私自身の改革、今度はね。今度は肉体改革じゃない。肉体改造ね。肉体改造。精神改革みたいな。精神改革。独立するとやっぱり思い通りいかないことたくさんありますからね。そうですね。うん、まあ、特にやっぱりあの売り上げもそうだけれども、そのお客様にどうやって受け入れてくれるのかとかね、いうようなことも含めて、もう本当にコミュニケーションの連続ですもんね。そうですね、うん、じゃあこれいきましょうか。ビジョンカードです、どうぞ。ビジョンカード、うん、じゃあビジョン一番苦手なビジョンですねそうなんですか、これどうぞ、はい、なんだこれすごいなあ、これはね、ビジョン、先のことよりも今ですね、あなたが今最も不安に思っていることは何。あ、いつも毎日不安ですけどね。いや、不安と隣り合わせですね特に経営者はどうですか今不安に思っていること。そうですね、いろいろまあありますけど、うん、身近なこと言えばやっぱりこうね、まあ、売り上げとか、ね、そうね、いうのもありますけど、身近なこと言えば、うん、まあ、だからもうちょっと違うこと言えば、私のやっぱりこう YouTube きっかけになったのっていうのはまだ2年も経ってないんですね、1年半もぐらいかな、うん、はいはい、ですからやはりこうスキル的にはこう、まあ、年齢も年齢ですし、うん、若い子方よりも全然劣ってますし、吸収力も劣ってるんで、やはりこうそういうのを考えると、どこまで自分ってできるんだろうかっていうのはありますよね。まあでもそうですよね、不安と隣り合わせ。特に、独立して今何年目でしたっけ。まだ1年経ってないですね。ですよね、はい、だから本当1年目なんてもう不安の塊ですもんね、私もそうでしたもん、やっぱり独立した当時は、もう不安で不安で、で不安をこう打ち消すためにいろいろ人と会ってっていうね。そうですよね、もう動いてないで不安でしょうがなかったっていう、そんなことがありましたね。でもやっぱり誠実にこう一つ一つ積み重ねていくと、必ずやっぱり巧妙が見えてくると思いますけどもね、はい、ありがとうございます。いい、ありがとうございます。で、この番組ですね、はい、ありがとうテレビなので、はい、その感謝の気持ちをお伝えするコーナーがあるんですよ。あ、そういうのあるんですね。そうなんですよ、また一番苦手なで、あのカメラの向こうのどなたかに、どなたかに、ね、感謝の気持ちをお伝えしようということなんですけど、どなたにお伝えしましょうか。誰だろう。感謝を伝えたい人。感謝を伝えたい人。うん、まあ今はやはりこう神さんと子供たちですかね。ああ、奥様と子供たち。こういう状況になってね、いきなり代表者からプー太郎みたいな世界になって。いやまあ一番私より不安なのは、かみさんと
子供だと思うんですけど ね。でもまあそういうのこう顔にも出さず、うん、まあ、毎日接してくれる家族に本当に感謝ですね、うん、やっぱりあれですよね、その帰る場所って家族ってやっぱりそういう場所ですよね。そうですね、無条件に受け入れてくれるっていうか、うん、そうです ね。あの何かこうやはりこう安らぎとかゆとりとはちょっと ゆとりとか癒しとかとはちょっと違うんですけど、うんうん、なんかこう自分の居場所というか、そうですよね、なんか自分のここ、ま、立ち位置というか、ね、立ち位置というかね、そこがもう本当に自分のそのベースになっているというかね。そうですね、じゃあぜひ奥様とお子様に、え、そんな恥ずかしいことぜひ感謝の気持ちをお願いしたいと思います。私も一緒にあの感謝の気持ちをお伝えしますから。いや本当にみんなありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございますいいんですかそれだけで。照れちゃうね一番苦手な言葉がありがとうなんですか。あ、本当ですか。でもこれからたくさん使っていかないとですよね、はい、これも発信するの苦手ですね、言葉として出すのはね、うん、あの書くのはねまだ、うん、ありがとうとか。でもね、あれなんですよ、どうもこの研修してと思うのは、その日本のその文化なのか分かりませんけど、言葉に特に男の人はありがとうという言葉を表現するのが苦手、はい、あと相手を褒めたりとかするのが苦手、うん、だからそういうことがやっぱりできるようになれると、多分人間関係っていうのはもっともっと豊かになってくるかなと思いますね、うん、そうですね、うん、はい、ありがとうございました。それでは最後に、はい、このお仕事をしていく上で大事にしたいことって一言で言うと何でしょうか、中澤さんにとって。一言で言うとですね、やはり人と人の付き合いなので、うん、やはりこう情とか、うん、情けとか、うん、そういうことですかね、うん、情とか情けとかね、やはりこう、うん、まあ私ギブアンドテイクっていう言葉は好きじゃないので、うん、やはりこう人にこう何かをこう与えるって言うと偉そうなんでね、うん、やっぱりやってあげたいっていうかね、うん、奉仕って言うとちょっと違う、うん、ボランティアの言葉になっていくような感じするんですけど、うん、何かやっぱりしてあげたいという思いはやはりこう伝わると思いますし、うん、だそれがずっと連鎖だと思うんです、うん、そうですね、してあげたからしてもらうんじゃなくて、そのしてもらった方がまた他の誰かに何かをしてあげれば、それはずっとつながってきますから、うん、でそういうのを私自身が見てですね、もし見れるよ、うん、見れるとか知ってですね、はい、あ、そういうことにこう活動されてるんだと思うと、本当にそれが一番嬉しいですね。ねえ、そうですね。やっぱりその誰かの役に立ちたいって思いはやっぱりありますよね。そうですね。本当に。で、それが多分ね、あのビジネスの世界でも原点だと思うんですよ。うん、やっぱり何かこう相手に対して役に立つことができると、まあ相手もそれをね、感謝の気持ちがそのお金に変わってきたりとかいうことだと思うんですよね。まあ、そうですね。はい、ありがとうございました。はい、それではね、もうここでもうお時間なんですが、はい、最後にまたね、ご紹介させていただきます。一般社団法人、はい、日本動画マーケティングプロモーション協会、認定コンサルタントの中澤正隆さんに本日はおいでいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。始まったばかりだから最初